今日はね、岸和田競輪場に来ました。懐かしい人でもね、みんな振り返るけど、で昔に戦ってね、またね、今のアクシスメソッドっていうのを皆さんに紹介するんですけども、前後の軸と回転の軸と、あと、こんにちは。あの腹筋のね、体幹の軸を見せてもらうんだけど、ちょっとその前、アクシスメソッドを入れる前に、状態の、ね、体の状態を、はい、手を組んでください。こちら向いて。こっち向いて、はい。いいですか、僕、これ、まっすぐ押さえますね。ちょっと、はい。こんな、耐えてください。耐えてください。耐えて。ね、こっちに引っ張ってもいいし、こっちに引っ張ってもこれ、こっち、まっすぐ引っ張りますよ、これね。こんな形で。これ、後ろですよ。はい。あ、すいません。変わってなかったです。はい、この形、変わってなかったです。頑張ってね。頑張ってね。この形ね。で、今度は、座ってください。前で。そうそう、前で。で、体育座りしてます。はい。ここ押さえますから、頑張ってください。ね、こういう形。じゃあ、縦膝行きます。縦膝。縦膝。そうそう。こういう状態。縦膝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 。胸やってやってください。こういう形ね。こういう形。これがバランス取れたら、全身の筋肉を結局使うんだけど、ちょっと立ってください。ね、じゃあ、これね、頭でぐっさり乗ってね。おい。頭ね。見ててくださいね。じゃあこれね、6段階あるんですよ、入れるのは。6段階やって、ちょっとおう、じゃあ、こんにちは。ちょっと、いつもって、あおむつ向いてね。ちょっと、待って。で、左向いて。左向いて。はい。もしもない、ごめんね。はい、左向いて。右向いて。下向いて。戻して。右倒して。左倒して。左倒して。戻して。右向いて。左向いて。左向いて。戻して。右倒して、左倒して、で、座ってください。はがりさん、腕細くなったな。あ、ごめんなさい。体育座り。事故入ってんな。ラブやの？笑いながら、笑いながら。笑いながら。膝立ち。マジかよ。だけど俺メンタルなんですよ。あ、ダメ。ダメって、ダメって言ってます。ダメ。自分で。ダメ。ダメ。わかります？言葉と身体のあれリンクしてるんですよ。だからレースで、あーと思ったり、じゃあ、あ。でもできる。できる。わかります？できる。嫌いそうだろ。嫌いやつ。嫌いそうだろ。これだろ。あ、まあ、ちょっと思い出して。思い出して。今俺見たやろ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 。行くよ、行くよ。じゃあ、誰よ。シアちゃん、ちょっと見てみ。ガイさん、俺。ほら、ビヨンハンに返す。だから、ガイさん、俺のこと多分好きやから。お前田君、前田君、前田君。ちょっと前田君、ちょっと。はい。ラブやん。こんなね感じでアクスメソッドっていうのは欲しいところに出るんですよ。動体視力、例えば電筋、中電筋、内転筋だとか手首だとか動体視力、面白いでしょ。やばい、負けるよね。あ、負けるよね。負けるね。じゃあこれ一緒に行きますよ。足を横で良かったよね。おわかりますこれ。全身の大悟が優しい。
めっちゃ動くんちゃうんすか、よく見たら。こういう風に内転筋外転筋とか今開催も入ってるから今日ゴルフってすごいよ、飛ぶ結構ね、実は SS級受けてます。言わないであげる。だってこれできないもん、こんなトップと普通のトレーニングだね。だけどもう少しサービスね、少しサービスね。で、これは入るよね。これヘッドから上だ、上なんだけど、これヘッドから下の全3点、これ3点入ってないんですよ、これ、うん、これ北から入れようともまた別メニューなんですよ。だから前者は下から下、ヘッドから下で踏めたらすごいでしょ、うん、はい。結構この子すごい才能あると思うんだけど、でも使えてないんだ、うん、これが使えるようになったらすごいと思う、うん、これ別メニューでできる、うん、はい、OK です、はい、今アクスメソッドで仮面修士もあってもがいたんですけど、そんな感想なんか、率直な感想。あ、そうですね、もうあからさまにこう自転車を乗った感覚はもう出来ると違ったんで。はい、違いましたね。どんな感じですか。もともとね、天才なんだよ。天才ね、練習しないんだよ。練習しないね。練習しないね。しない、はい、だけど、その人がどう、もう乗って全然軽く自転車、ローラー乗ってるような感じです。回るでしょ。回りますね。回るでしょ。自転車流れる感じは、まあダッシュって、まあ後半ちょっとね、口合いだけど。そうですね、まあ、みなりまあ軽めのギアだったんで、うん、感触が良かったです。いきますか。いい感じと思います。受けてみたい。そうですね、まあ、僕以外でも、まあ、受けてみたい子は多いと思いますけど、うん、ぜひね。そうですね、はい、僕でも現役だったら受けたかもしれないですね。あー、かもしれないですね。で、前田先生、今まで見たけどどんな感じですか。ちょっと死にれん、ちょっと受けてみると分からないですかね。そうです ね、はい、また受けたいです ね、ぜひね、はい、みんな、なんか、あがり君も乗った感じが軽いって言ってるんで、足のあたりが、うん、やっぱりもうそういうのをまたいだときに、そのフィーリングで軽いって感じるのはやっぱり一番大事なところと思うんで、なんかいいと思います、はい、ぜひぜひ、はい、どうもありがとうございました。頑張ってください。またまた。